メグミルク加藤ジェイテクグレイヤフー知恵袋に詳しく説明されてるぞ。おやつと調べるぞ。まだ未だに俺は真相はわからない。この真相を確かめに行くしかない。なかなか楽しそうなことになってんじゃねえか。どんだけ、うんこちゃんこと加藤純一さんとメグミルクさんの関係について教えてください。よし、ちょっと見よう。俺自身もまだ分かっていないところがあるからな。じゃあちょっと延長しとくか。んでこんなくだらねえことで延長しなきゃいけねえんだよ。パン粉でかさ増ししてるみたいな枠じゃねえかよ、今回。なかなか面白そうだから、でも。これは深々まで。深夜だからいいだろ、別に。ガチャガチャうるせえこと言ったら、てめえ深夜のノリにガチャガチャ言ってんじゃねえぞって、キレ散らかしてくれ。いつもの優しい、お前シンデレラですら、12時過ぎたらよ、優しくなるっつうのに、貧乏なるっつうのに、うんこちゃんに何求めてんだ、KS っつって。で、そういえば KSK の売ってるパソコン詐欺らしいな、みたいなところから話取らせてくれ。うんこちゃんこと加藤純一さんとめぐみゆるくさんの関係について教えてください。2月17日、2月20日。ネタで付き合っていると囁かれることありますが、実際ないと思います。少し詳しく説明すると、めぐみゆるくちゃんがうんこちゃんのアシスタントを務める番組、ミコラジで現地からもし、その際出待ちをして、今度ピクミスルやってくださいと言った内容、うんこちゃんが伝えたのが一番のホット、そうだったね。俺のせいにされてんじゃねえか。後になんとなくピクミスルをやろうかなと思い立ったうんこちゃんが実況を始めた際、ミコラジでピクミスルやってくださいと言ったらやってくれたと言った内容のツイートさせて、女性、プラスツイエモンといった、男尊女卑的な本質を持つ、信者エモンにとって、ユダ中のユダであったため炎上しました。探偵の民の登場などにより、ある程度の住所、本名特典によるめぐみなんだ。なるほどね。なお、うんこちゃん自身は彼女の存在、名前についてはほとんど知らず、同じくニコラジトミルジトミル、すげえわかりやすいな。なるほど。ありがとう。へぇー。な、ちゃんと俺の中で消化できたわ、今。すごくちゃんと消化した。良い解説だったな。うんこちゃんこと加藤純一さんの信者ファンの方はどうしてあんなにマナーが悪いんでしょうか。口も頭も悪いんでしょうか。私はアンチでも何でもありません。ただ人間的に興味がある。お前俺のこと好きになってんじゃねえかよ。ただ私の目にはマナーの悪いように見えたので今後一切関わりたくはないですけどね。そんな対する関わりたくベストアンサー、関わりたくないと言っているところ申し訳ありませんが、よく加藤純一さんの放送を見ている私から回答をさせていただきます。加藤純一さんの信者は信者エモンと呼ばれる方ですね。マナーの良し悪しはよくマナーが悪いと言われる母校の信者より少し良いくらいです。お前なんでちょっとお前見え張ったんだよ。母校の信者より悪いだろう。なんで見え張ったの。おめえやっぱ戦争してんじゃねえかよ。おい、早めに母校の信者潰しとこうぜ。やっぱバチバチしてっからよ。左の元だろうが、今月中にぶっ殺してこいよ、二三人。バチバチしてんじゃねえかよ、ここでも俺たち抜きにして。完全に水面下で情報層根回ししてんじゃねえかよ。視聴者層は男女比9対1。加藤純一さんがよく女性の悪口を言うのが主な原因です。そしてその男性視聴者の半数が童貞です。ちゃんと放送内でしたアンケートの結果。ちょっとこれキャプチャーしてみんなに見せるか。最近みんな調子乗ってんじゃねえのか。もうもっと俺みたいに謙虚になってくれよ。なんでそんな調子に乗れるんだよ、おめえらは。羨ましいよ、ほんと。見えてる？しかし、視聴者の中には当たり前のように大卒自衛隊、元万引き G メン、音大の音楽の先生などがいたり、うんこちゃん窓の完成度の高さなどから全員一つくくりに頭が悪いとも言いません。合ってるね。おそらく、あなたはおそらくニコラジオを見てそのように感じたのでしょうが、あのようなコメントがあるとなんか簡単に言うとゲストとの相性が悪さのせいですね。信者エモンは加藤純一さんから強く影響を受けており、口が悪く思ったことをよく正直に言います。加藤純一さんの放送のりとは全く違うゲストの方が来て、ゲストの方が信者エモンからはあまりにも寒くて、寒だのコメントを打ったのでしょう。ゲストの方が信者エモンから見てもっと面白く感じていればあのようなコメントにはなってなかったと思います。実際あの紹介映像が流れるまでは大して荒れていなかったし、水曜ゲストの向こうのもう信者エモンからだいぶ前からかなり嫌われています。そんなことねえだろ。お前が嫌いなだけだろうがや。なんでちょいちょいあいつディスるの。なんか俺をあげるだけでなんかどっかしらで向こうを間接的にディスっていくみたいな、印象操作していくみたいな、
信者も自分たちがゴミだという自覚はありますが、言いたいことははっきり言います。おー、いいじゃん。これいいじゃん。我々は自分たちがゴミだという自覚はありますが、言いたいことははっきり言います。これいいじゃん。うちのコミュのいいコンセプトだな。だ、調子に乗っちゃダメってことだよな。俺含め。うん。いい。これはちゃんともう一回肝に銘じようぜ。なんか、俺今日見て思ったのが、な、今日ね、ニコラジ、今日俺が公式、あの、レギュラー出てる公式の、レギュラー、のゲストに、女の子のタレントちゃんが来たの。で、その子たま、ため口で話すよ、みたいな、その、まあ、キャラなのか本心なのかちょっと伏せておくけど、人が来て、放送開始前に、女は敬語使えよっていうコメントがあったのね。で、そこだけで、いやいや、ゲスト敬語使えよだけだったら、いや、お前も使えよってなるけど、女はっていうところで自分が完全に、もう男尊女卑の思考を押し付けてるじゃん。それって整合性取れてるじゃん。俺は男、お前は女。俺は男の方が偉いと思ってるから、お前敬語使えよってさ、ある種間違ってはいるけど、その筋は通ってるじゃん。筋は。まあまあ、そういうことなんだろうなって今、ふと思ったわ。坂田家のものです。信者エモンってニコ生のガンじゃないですか？だよなーとかいうコメも正直寒い。加藤純一さんは全くない。おい、てめえ、なんでてめえ女が敬語使ってねえんだよ。おい、この野郎てめえ、おい。ふざけんじゃねえ、加藤純一、俺のこと加藤純一さんと呼べ、バカこの野郎は。ふざけんなよ。クソシャラクソよ。もっといい、俺について褒めてるやつ、見よう。俺について褒めてるやつ。あ、いいね。最近加藤純一さんの放送を見始めた女です。加藤純一はかっ、なんでてめえ敬語使わねえんだよ、おい。加藤純一さんだろうがよ。一行前まではリスペクトに溢れてたのに。てめえ彼女、彼氏ずらしてんじゃねえか、彼女ずら。加藤純一はかっこいいし、とても面白いと思うんですが、信者エモンなんなんでつまらないんですか、世界。せっかく放送を楽しみで楽しく笑っていてもコメントで冷めてしまいます。コメントが幼稚でも面白ければいいと思うんですが、純粋に滑ってるのが多い気がします。あと、高田健一さんの放送見ましたか、つまらなかったです。でも、かっこよくて好きです。あ、見た目重視なんだ、やっぱ。女の子って。コメント消してみればいいのに。なんか、新しいやつ見てえな。新しいやつ見てえな。加藤純一について。うんこちゃん、加藤純一調べてみるか。せっかくだから。ヤフーじゃねえぞ。知恵袋内の検索ってどこ？ここ？知恵袋内ってここ？ここ？うんこちゃんで検索した方がいい？あ、すべてのカテゴリーか。ごめんごめん。恋愛だけだった。だからメグミルクしか出てこねえんだ。俺の魅力ってメグミルクだけなのかと思って、今すぐ DM 送ろうとしたわ。ツイッターフォローして。あいつ失ったら俺もうなんもねえんだと思って。俺の話題は。みんな俺のことをあいつ絡みでしか知ってくれないんだ。なんか面白そうなねえのか。あ、最近ニコニコ動画で上位に食い込んでる加藤純一なんて、なんでこいつ敬語使わねえの。ふざけんなよバカが。なんか面白い質問ねえの。うんこちゃんですか。なんか、エゴサーチしようぜ。エゴサーチ。エゴサーチしようぜ。なんか、面白いエゴサーチしようぜ。ツイッターでエゴサーチすればいい。あ、でもいいや。みんなくだらねえ、あれするからやめよう。サミーの連絡から。俺さん大好きだから。大好きだから。なんか微妙だな。いいや。